2024年欧州選手権予選は17日、各地で行われ、C 組でイタリアが北マケドニアを5にでどけた。勝ち点13とし、得失点差で2位に浮上した。20日に勝ち点で並ぶ3位ウクライナと本大会出場をかけて対戦する。すでに本大会出場を決めている同組首位のイングランドはマルタに2-0で完勝し、勝ち点を19に伸ばした。 前回王者のイタリアはホームで序盤から攻め続けた。前半17分に CK の流れから先制。同40分に MF ジョルジーニョが PK を失敗したが、その1分後に FW キエーザが右足でミドルシュートを決め、前半終了間際にもカウンターから右足で追加点を奪った。後半7、29分に2点を返されたものの、 3-2の36分に FW ラスパドリがリードを広げ、ロスタイムには途中出場の f w エルシャラウィがダメ押し点を決めた。前半に2得点のキエーザは、重要なことは試合に勝つことだった。残念なことに2失点したが、我々は勝利への意思を示した、とコメント。得失点差はプラス7となり、勝ち点13で並んだウクライナ、プラス3、をリードした。 次節はウクライナとの直接対決。引き分け以上で予選突破が決まることになった。スパレッティ監督は、我々は一瞬、ガードを下げたが、こんなことがあってはならない、と気を引き締めた。